ージャン協会の近藤和夫です。2016年の最強位です。今回初めて世界大会っていうのに参加させてもらって、世界の、プレイヤーとこうやって本格的に交流するの初めてなんですけど、話には聞いてたんですけど、皆さん本当にすごい日本のビーチマージャンで、すごい好きでやってくれていて、手積みとかにも非常に慣れてますし、日本選手よりむしろ慣れてるぐらいでちょっとびっくりしましたけど、空いてる時間とかも本当に選手同士交流したりとか積極的に麻雀プレーしてきて、非常になんかその熱っていうか、自分も日本でずっと麻雀やってきてますけど、なんか新たにそういう力もらったみたいな感じで、これからもちょっと麻雀頑張ってやっていこうかなっていう、改めて思いました。アメリカのプレイヤーの方、そのニューヨークの方とか、いろいろ話しましたけど、本当それぞれでなんかコミュニティ作ってやってたりとか、なんかそういうスペースを借りてやってるっていうことで、非常になんか今後そういうのが、こういう大会とかもきっかけとして広がっていってくれるんじゃないかなと思っていて、本当にその実力も今、日本の、その中級者とかそういう人たちと、変わらないぐらいあると思うので、これからもっとその、戦術っていうんですかね、そういうのが広まっていったら、より、今 の, その日本のプレイヤー、今回の大会でも結構強かったですけど、だんだんやっぱり次の大会とかその次の大会で、競ってくるようになるんじゃないかなと思うので、そういう次回をまた期待したいと思います。今回はありがとうございました。